ロシアで招集令状を受け取らない若者を探し出すため、市内に設置された監視カメラを当局が活用していることがわかりました。モスクワ市内のほぼすべてのアパートにはこうした監視カメラが付いていて、実際に誰が住んでいるのか、出入りしているのか特定できるということです。タス通信によりますと、モスクワの軍事委員会は 招集令状を受け取らない若者らを探すため顔を認識する監視カメラを利用していることを明らかにしましたモスクワで試験運用が始まったデジタル式の徴兵登録制度は政府のポータルサイトに招集者のリストが掲載された時点で招集令状が届いたとみなされ招集された人は移動を厳しく制限されるほか出国や車の運転が禁じられます